皆さんこんにちは、これからうんこミュージアム、体験したいと思います。行きまーす。皆さんこんにちは、こんにちは、こんにちは、ナイス、うんこです。ナイス、ナイス、うんこです。今から皆さんにこちらの可愛いうんこムービー見ていただきまして、うんこに対する汚いアクサイといったイメージ全部水に洗い流していただきます。あー、うまいこと言ってる。いきますよ、はい、レッツうんこ。面白かったら気にしないで手拍子していきましょう。ナイス、うんこです。意外と長い。これ何があるんですか。この後ですか。踏ん張っていただきます。踏ん張っていただきます。この後よし、まあ、朝出ちゃったけどね。来るよ来るよ。はい、ご覧いただきありがとうございます。する前に3つだけ注意点あります。まず1つ目、こんなにたくさんうんこ転がっております。走らないようにお願い、うんこです。走っちゃダメ。はい、続いて2つ目、うんこさん急にするとびっくりしてしまいます。触らないようにお願い、うんこです。あまり大きな声で喋らない。はい、最後3つ目です。こちらマスクの方を写真の撮影時以外も外さないようにお願い、うんこです。さ、写真の時以外はマスクを外さない、うんこ。よろしくです。はい、オッケー、うんこですか。オッケー、うんこです。そしたら続いてのコーナー行きたいと思います。レッツ。そしたら出た。こちらですね。出た。はい、かわいらしい便器が並んでおります。こちらマイうんこメーカーとなっております。うわー、マイうんこメーカー。はい、こちらのうんこメーカーではお一人様1うんこを生み出していただくことができます。生み出し方はとっても簡単です。まず便器に座っていただきます。はい、お座りいただいたら、全力で踏ん張っていただこうと思います。そうすると可愛らしいうんこ手に入れることができます。よし、頑張って踏ん張っていきます。そしたらその前にうんこに対してのイメージ変わったか確認するために、大きな声でうんこを叫んでいただこうと思います。いきますよ。そんな簡単にイメージ変わらないです。いや、そこを覆していきましょう。簡単にイメージ変わらない。いきますよ、せーの、うんこー。最高でーす。イエーイ、最高です。そしたらじゃあ今から踏ん張っていただきます。どうぞお好きな便器お座りください。どれにしよう、どれにしよう、どれにしよう。いっぱいある、いっぱいある、カラフルなやつ。やっぱりオレンジー。オッケー、うんこです。こちらの座ったら絶対立ち上がっちゃダメですよ。うんこ飛び散っちゃいますからね。そうしたらお兄さん、せーのって言ったら、うーんと踏ん張っていただきます。ありました。いきますよ、せーの、うんこー。ナイス、うんこです。そうしたら立ち上がって便器の中を見てみてください。え、本当ですか。見てみましょう。僕ウォシュレット使うんですけど。本当ですか。大丈夫です。え、ウォシュレットいいですか。続いてないです。あ、見てみてください。なんとなんと、マイウンコー。ウンコです。マイウンコー。そちらお持ち帰りウンコとなっております。ありがとうございます。そうしましたら、その生み出したウンコにですね、このスティック差し込んでいただいて、マイウンコスティック完成させちゃってください。おー、ナイス、マイウンコ完成しました。そうしたらこちら今からウンコの弦をくぐってウンコの世界へ行ってらうウンコです。レッツウンコー。30秒でウンコ噴火します。ウンコ噴火します。20秒でうんこが噴火します。
ました、男の夢。あ、これもうマイクみたいなやつ。男の夢来ましたよ。ほらほら、白羽取り。一度はやってみたいでしょ、男の子も。一度はやってみたい。あ、上から降りてくるんだ。上からパッと降りてきます。それをキャッチ、うんこをキャッチ。あ、全然ダメだ。無理でしょ。え、ほら見て、微動だにしてないもん。じゃ微動だ、全然分かんなかった。やばこれすごいっす、これこれ、映える映える、もっと映える。ほら、女子大好き、女子が大好き、女子が大好き。ほら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 、こうなるよ。これ触っちゃダメ、触っちゃダメみたいな、触っちゃダメ、触っちゃダメだけど、こうほら、うんこプリンセスになったな、なったような感じ。ほらで、写真とかこういう風に撮れますんで、はい、じゃあ写真撮ってみようか。写真撮って、帰れるといい思い出になりますね。これぜひ皆さん、うんこミュージアム行ってみてください。